こんにちは。イラストレーターの安田です。今回は、イラストレーター志望の人に、質問されたんですけれども、どんなソフトを使ったらいいでしょうかっていう問いについて答えたいと思います。イラスト制作において、まあ、イラスト制作ができるソフトってたくさんありますよね。Adobe の、Photoshop、イラストレーター。まあ、僕が好きで使ってるサイもそうですし、あとはクリスタ。それからペインター。まあその他にもたくさんあると思います。まあ自分が一番使いやすいものを使っていったらいいんじゃないのかっていうのが答えの一つなんですけど、無難にって考えたら、クリップスタジオ、俗に言うクリスタが一番おすすめできるんじゃないかと考えております。まず値段が5000円っていう比較的安価であるということ。で、買い切りなんで、Photoshop がまあ業界標準で PSD という形式で、提出するっていうのが、まあ通例になっているというか、まあほぼ絶対条件にはなっていますね。まあ一般の方がイラストを欲しいって言った場合は JPEG とかで提出してもいいのかもしれないですけれども、まあ企業さんとやり取りした時に相手が欲しがるデータっていうのは PSD なので、まあ PSD データを出力することができるっていうのが、まあ条件の一つにはなってくるかなとは思います。じゃあ、Photoshop でいいんじゃないの？って思うかもしれないんですけど、Photoshop はですね、確かにイラストも描けるんですけれども、もともとは写真編集、まあ加工に特化したソフトっていうこともあり、まあイラスト制作っていうのはちょっとおまけに近いような扱いではあったんですね。もちろん、おまけとはいえ、それで絵を描く人は昔から多かったんで、まあそちらの機能もどん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 バージョンアップするごとに良くなっていったっていうことで、Photoshop で絵を描くっていう人も、まあ、大多数いるかと思うんですけれども、ただ、問題なのは、費用の面で、まあ、月2000円、3000円払い続けなければならないっていう問題。となると、年間で数万円になってしまいますが、クリスタであれば、1回買い切りの5000円で済んでしまうっていうのは、やっぱり料金的に魅力なのが一つと、あとは、絵を描くっていうことにクリスタの方が特化してるんですね。絵を描くのに必要なツールっていうのが、Photoshop よりかはクリスタの方が充実してるんじゃないのかなと、個人的には思います。安田はサイ2使ってるんだろう。だったらなんでサイを進めないのかって思うかもしれないんですけれども、サイ2は確かに素晴らしいソフトではあるんですけど、一部機能が足りないところがあるっていうのは、やっぱりイラスト制作において、ちょっと弱点の一つでもあるかなって思うんですね。まあ、色調補正系が足りないとか、アクションが足りないっていうのが僕は一番ネックかなとは思ってるんですけど、それ以外にも、まあ、スマートオブジェクト、まあ、拡大縮小しても、画像が粗くならないっていうような機能だったりとか、あとはレイヤー自体に色をつけたりする機能だったり、あとは、Photoshop だけの機能としては、レイヤースタイルっていうのがあるんですね。こちらはクリスタにはなかったりするんで、そうですね、企業さんの方でレイヤースタイルを使ったデータっていうのを、受注する側に送って、まあ、そのデータを参考に作ってくださいって言われた場合は、ちょっとクリスタでも、対応ができなかったり、まあ、表示もされてないので、レイヤースタイルが使われてるってことすら気づかないってことは起こり得てしまうっていう。なので、クリスタだけでも仕事はできるんですけれども、その場クライアントさんにもちゃんと、うちではフォトショップは使っていませんっていうことをあらかじめ伝えておかないと事故になる可能性はあったりするので、まあ、仕事をする上では、フォトショップはやっぱりないよりはあった方がいいかな。どうしても、難しい場合は、クライアントに対して、まあ、うちではちょっとフォトショップは使っていないっていうことは言っておいた方が無難かなということは思います。ただ、そこ一点を除けば、クリスタの方が絵を描くっていうことに関しては、機能が充実しているので、まあ、どれか一本、買うというのであれば、フォトショップよりかは、クリスタを持っているのが一番いいんじゃないのかなって、個人的には思いますね。そうですね。まあ、今回はこんなところで終わりにしたいと思います。少しでも参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。